ゃあ後ほどみたいな。それでだんだんこう新通信になってくると、あ、いろんなテーマをなんか崩したりするだけじゃなくていろんな曲をやっていいんだみたいな感じになってきて、その頃から河野くんが名曲担当になり始めた感じで台頭してきました、台頭し、河野文彦の台頭っていうスクリーントーンの歴史年表がなってるんですよ。シーズン1の3体には僕の曲ほとんど入ってないんですよね。そうだっけ、そうかそうか、数以降ですね、だんだん乗せてきてすごいですね、世界史年表みたいな、世界史年表なんとか王朝の台頭、台頭くすみ王朝の水防じゃあ、その河野くんが作ったレガートワルツ